トビーは、イギリスの医師、外交官で同国の初代中日総領事及び、中日公使を務めた、ラザフォード・オールコックの愛犬である。トビーは、オールコックと共に、熱海に滞在していた時に、大湯間欠泉の熱湯を浴びて死亡し、熱海の人々によって手厚く埋葬された。その後、オールコックライン法の記念碑と共に、トビーの記念碑が、大湯間欠泉の脇に混流された。 名前については、トビーという表記も見られる。ラザフォード・オールコック、1870年以前1859年6月、ラザフォード・オールコックは、イギリスの初代中日総領事及び中日公使として日本に着任した。彼は新国で上海領事や関東領事を務めた人物で、アロー戦争の時には、対新国強硬派として行動していた。 母国から遠く離れた日本での生活は、オールコックにとって深い孤独感に苛いなまれる毎日であった。彼にとって安らぎとなったのは、本国から連れてきた愛犬のトビーだった。彼は妻を深国で失っていたため、トビーは唯一の家族でもあった。1860年の夏、オールコックはかねてから関心を抱いていた富士登山を結行した。この計画を聞いた。 徳川幕府は、富士山は、町人などの身分の低い者が登る山であり、オールコックのように、身分の高い者には、ふさわしくないと難色を示した。しかし彼の意志の硬さを知ると、警護の人数を割くなど協力した。最終的に、オールコックの一行は百人に及ぶ大人数となり、トビーもその中に加わっていた。9月4日、オールコックとその一行は、横浜を出発した。 一行は、東海道を旅し、小田原から箱根を越える経路を取った。9月9日、一行は村山に宿泊し、翌日村山口登山道を利用して山頂を目指した。この日の一行は、六合目の山室に宿泊した。9月11日、4時間にわたる、供養の末にオールコックは、外国人として初の富士登頂に成功した。ただし、 トビーが一緒に山頂に立ったのかは記録が残っておらず不明である。富士登山を果たしたオールコックはその人に熱海へ立ち寄ることにした。当時の熱海は温泉場として名は知られていたもののまだ小さい村であった。三島から熱海まで行くには険しい山道越えが必要だったが、オールコックがあえてこの工程を選んだのには理由があった。オールコックによると 外国人に対する敵意が政治の中心地から離れたところに果たして存在しているのか、それを実際に確かめてみたいというのがその動機であった。明治時代の大湯間欠戦、1899年、オールコックの一行は9月14日から2週間にわたって熱海に滞在した。オールコックの宿には大名も泊まる熱海の本人が挙げられた。当時の熱海には、 大湯間欠泉があり、1日に6回熱湯を吹き上げていた。オールコックは、この場所を利用して、スチームバスを楽しむための小屋を建てた。熱海で過ごす日々は、オールコックにとって単調そのものに思えるほど平穏な、ものであった。しかし、熱海に来て10日目の9月23日に事故が起きた。トビーは誤って、大湯間欠泉の熱湯を浴びてしまい、重度の熱傷を受けた。 そして手当ての甲斐なく、トビーは死亡した。トビーの死について、オールコックは辞書、オーキミノとで次のように記述している。この愛犬の死すらが生ずる空白を理解するには、日本における外国講師の孤独な生活を一度味わってみなければ、不可能であろう。私欲のない愛情と信用が、この世からなくなってしまった。オーキミノとオールコックは、トビーの意外を、 本人の庭の木陰に葬らせて欲しいと依頼した。その依頼に応えて、本人の責任者であるイマイ、今井藩太夫が自ら、トビーの墓を掘る手伝いをした。そして地元の人々も、トビーに、哀悼の絵を表して集まってきた。トビーは、鉱物の豆と一緒にむしろにくるまれ、庭の一角に埋葬された。その頭は北に向けられ、常緑樹の枝が一本上に差し込まれた。 僧侶がやってきて、トビーのために、水と線香を備えて年頃に弔った。今井は、トビーのために石踏みを建てたいというオールコックの申し出についても開拓し、後日イギリス軍艦が二つの記念碑を熱海に運んできた。一つは、オールコックの富士登山と熱海訪問の記念碑、もう一つは、トビーのための記念碑だった。トビーの石踏みの高さは、約七十センチメートルあり、 悲鳴には、プア・トビー、23、セプテンバー、1860と刻まれている。二つの石踏みは今井によって、トビーの墓の傍らに建てられた。忠実な友であり、家族同様の存在だった、トビーの死は、オールコックにとって、悲しい出来事であった。しかし、その死をめぐって、熱海の人々の様々な思いやりに触れたことが契機となって、オールコックは、 日本人に好意を持つようになった。1860年代前半は、生麦事件や英国公使館襲撃事件などの発生によって日本人に対する印象が悪かったが、オールコックは本国にあてて日本人を敵視すべきではない。誠に親切な国民であると報告した。この報告によってイギリス国内での対日感情が改善したという。オールコックとトビーの記念碑 2018年8月20日、トビーの墓のあった、熱海の本陣は、その後の地震の影響などで地形が変わり、もともとの墓石は、行方知れずとなった。大湯間欠泉も、明治時代中期には噴出の数が1日5回に減り、乱屈を経て、湯が一度止まった。関東大震災後に再び一くらい激しく、噴出したものの、次第に衰えを見せて、また止まった。 その後、地下に設置した機械を作動させて、かつての姿を再現している。オールコックが送った二つの石踏みは現存し、大湯完結泉そばに設置されている。静岡県熱海市では1990年から、オールコックメモリアルフェスティバルを開催するなど、トビーとオールコックのエピソードを大切に伝えている。二千十八年一月十三日には、熱海ライオンズクラブによって、 オールコックのレリーフとブロンズ像が二つの石踏みのそばに設置された。オールコックのブロンズ像は1998年に同クラブの創立40周年記念事業として制作されたもので、それまでは渚浸水公園ムーンテラスにあった。同クラブは60周年を迎えるにあたって、本来あるべきゆかりの地に設置してほしいと熱海市に要請して、 新製作のステンレス製名板と共に寄贈することになった。ありがとうございます。